ウィガン・ウォリアーズは、イングランド、ウィガンのプロラグビーリーグクラブである。スーパーリーグに参戦している。1872年11月21日にウィガン、フットボールクラブとして創設された。ウィガンは、1895年に、ラグビーフットボール連合の分裂を受けて結成された、北部ラグビーフットボール連合の創設メンバーである。ウィガンは、リーグチャンピオンシップを22回。 チャレンジカップを19回、ワールドクラブチャレンジを4回制覇している。イングランドのラグビーリーグでは2番目に成功を収めたクラブであり、1980年代中頃から1990年代中頃までが持続的な成功の時期であった。この時代唯一のプロラグビーチームであったため、この時期にチャレンジカップ8連覇と8度のリーグチャンピオンシップ優勝を果たした。 ホームスタジアムは DW スタジアムである。1902年から1999年まではセントラルパークでプレーした。ウィガンは1996年にラグビーユニオンクラブのバース RFC と特別2番勝負を行った。ラグビーリーグルールの下でメインロードで行われた1試合目は82対6でウィガンが勝利したがラグビーユニオンルールの下で ツイッキナムで行われた2試合目は44対19で敗れた。クラブの最も強く最も激しいライバル関係が、セント・ヘレンズとのものである。これら2チーム間の試合は、伝統的に、正金曜日に、プレイされる。リー・センチュリオンズは、クラブの伝統的なライバルであり、2クラブ間の試合はローカルダービーである。ありがとうございます。